駅みゆきゆうは、鹿児島県出身のモーターサイクルロードレーサー。1986年地方選手権つくば SP250 チャンピオン。2003年鈴鹿8時間耐久ロードレース優勝。レーシングライダーという肩書きのほか、有名、レーシングマシンの市場記事や、タイヤパーツの評価テストなどを雑誌に寄稿し、CBR サーキットチャレンジなどのレーシングスクールで、 講師を務める。また、日本人レーサーや関係者の中でも人望が厚い、ライダーの一人で、メーカー間、年代を超えた交友がある。愛称はぬくぼう。同じクラスを走っていた、岡田忠幸や、チームメイトだった、井筒仁志安氏とは、ゴルフ仲間でもある。レーサー仲間で作られた野球チーム、加藤大二郎が、発起人のレーサーズでは、数少ない野球経験者として、 未経験者の指導も行っている。ヤマハ、スズキ、ルカティ、ホンダなどのメーカー系チームに所属していた経歴があり、長い間に培ったライディングテクニックは今でも一級品である。点灯が少なく安定した速さを持つ生身は長時間の耐久レースなどで成績を上位に上げたい、チームからのオファーが与えない。ありがとうございます。